クールガールゾンビハンター。ダメだね、私。やっぱりあの日からパパとママとお兄ちゃんが事故でいなくなった時からずっと泣き虫で、なぎなたも全然強くなれなくて逃げてばっかり。今日も今も怖くて、急にゾンビがたくさん襲ってきてパニクっちゃって、ずっとサユリの名前呼びながら。私、リサ落ち着いて、大丈夫、大丈夫だから。リサには私がついてるね、だから安心して。サユリ、ありがとう。でも、でも、なんでもない。ごめんね、もう落ち着いたよ。それでこれから生存者を見つけるの？どうやって？校内を手当たり次第に見回って。ねえ、私思ったんだけど、職員室に行かない？職員室？なんで？校内放送を流すの。それで、そうだな、確か2号館の2階2組の教室に緊急通信の機械があるから、そこに集合してもらって救助要請を送ろうよ。どうかな？それだよ、さすがリサ、頼りになる。そう？うん、行こう、職員室。それじゃあ、私はこっちを探すね。はぁ！今のうちに体勢を整えよう。Yes!
新しい武器かな。